アロハ、EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さんはハワイの料理って聞いて何をイメージしますか？観光地ハワイでガイド本やテレビ目線で見るハワイのレストランのイメージがあったりしませんか？今回は観光メインではなく、ハワイで日常を過ごすローカルに愛される名レストランの一品を中心に12選ご紹介します。コロナ禍で潰れちゃったレストランがたくさんある中で、ロコに愛されて支えられてきた名店を厳選しております。ただ12選を一度に回しちゃうと、多分7個目あたりとかで1個目を忘れちゃって、 EJ よとちょっと多すぎでしょってなると思うので、6選ずつ前半と後半に分けてご紹介しようと思います。そこ行ったことあるよとか、そうここ行ってみたかったんだよねっていうところだったり、食べ方のポイントだったりもご紹介しますので、最後まで見ていってください。映像的にご飯前だよっていう方、覚悟してみてほしいかなって思います。1店舗目はアピュラニコーヒーショップです。こちら1960年代の創業で、1号店は今のコンベンションセンター近くにあったんですね。でその後80年代にカリヒのキャムボールというボーリング場にいて、こちらワイマルというパールリッチ近くのショップは2000年頃に開業しております。パールリッチセンターの近くって言えば分かりやすいかな。でここはめちゃくちゃローカルなエリアでして、トゥーゴー専門の窓とイートインできるレストランがありまして、ローカルで混み合う人気のショップですね。営業は定休なしの7時から9時、土日のみ30分早めにオープンしております。ここはボックステールの名店として知ってる人も多いと思います。創業当時はバナナパンケーキとかグレービーのかかったフライドライスを出すようなお店だったんですけど、渡るてるやさんというシェフがこちらのスープを出してから大ヒットして、人気店への道を駆け上がるみたいなストーリーって言えばいいかな。でスープは牛テール、八角、ピーナッツ、オレンジピール、そして残りは秘伝のスパイスを入れて3時間以上煮込むんですけど、ほんと世代を超えて愛されてるかなって感じですかね。スープのレシピは60年ぐらい変わらずとも、経営の世代が変わってきておりまして、今こちら映ってるテイラーちゃんが今後ハワイのショップの経営を仕切っていくっていう時代の移ろいも感じます。パクチーとネギをかけて食べるんですけど、パクチーが苦手な方は外してもらった方がいいかもしれないですね。でスープを楽しみつつ、テール肉を生姜醤油でつけて食べるんですけど、濃厚なテールの肉の旨味とさっぱり感の相性が尋常じゃなく、ご飯がめちゃくちゃ進むと思います。はい、スープはサイズで料金が変わりまして、 XL、レギュラー、ミディアムの3種類それぞれが29ドル、22ドル、ミニで18ドルくらいの料金で、 XL はなんとご飯が3、4杯分ぐらいになるので、シェアするかレギュラーかミニとかでもいいかもなって思います。ハワイのご飯ってアイスクリームのスクープで出すので丸いイメージありませんか？丸いのでイメージつきづらいと思うんですけど、あれご飯がお茶碗1杯分近くあるんですよ。でハワイのプレートランチ屋さんとかでレギュラーとミニとかサイズがあるとき、まあメインは別としてご飯1杯か2杯かみたいなイメージを持つと今後わかりやすくなると思います。他のおすすめは今映ってる大きい野菜がゴロッと入ったビーフシチューなんですけど、ハワイのビーフシチューって甘めの味付けでご飯が進むビーフシチューっていうイメージですね。でなぜかマカロニサラダと一緒に食べると美味しいんですよ。ハワイでよく食べられてるポチギソーセージが入ったロコライクで優しい味のフライドライスもおすすめで、卵のトッピングも追加しています。あとトマトやセロリなどと野菜の甘みがよく絡んだチョップステーキもローカルに人気で試してみてほしいかなって感じですかね。ここでは変わるハワイと変わらない味とロコの空気感を皆さんにも楽しんでほしいと思います。2つ目はゆっちゃんです。カピューラニ通り沿いでカカアコのホールフーズから徒歩で5分くらいのところにあるって感じですかね。営業は定休なしの11時から10時、LO が9時半となります。こちらはコリアン系でして、創業は1997年で25年以上も愛される名店の一品は冷麺となります。暑くなることが多いトロピカルなハワイで、
ひんやりさっぱりしたもの食べたいなみたいな時ってよくあるんですけど、そんなロコが通う名店ですね。僕もひんやりしたい時はよく行きます。ここは知ってるよっていう人も多いと思います。日本にも東京の六本木と銀座に焼肉メインプラス冷麺っていう感じのコンセプトでお店があるみたいですね。冷麺は15ドル95で2種類ありまして、僕は辛い方にしたんですけど、言うてそんなに辛くないと思ってます。肉の旨味が溶け込んだ甘酸っぱさのソースって言えばいいかな。でどちらのソースもベースは醤油、お酢、砂糖、ニンニク、青ネギ、そして牛骨を煮込んだ後徐々に冷やしていくって感じでして、12時間から24時間以上もかけて作られてるんですね。今回は頼まなかったんですけど、プラスサンドルで刺身入りにできます。こちらの氷のシャリシャリ感が魅力のソースをクズの麺にかけていただくんですけど、清涼感がほんとすごいんですよ。本場韓国からの直輸入の麺はもちもちの歯ごたえが美味しくってつるっといけちゃう感じでめちゃくちゃおすすめです。トッピングはきゅうりや大根、白菜の漬物、あとチャーシュー、ゆで卵が入っていて彩りがめちゃくちゃいいんですよね。くず麺は超長いのでこのハサミで切ってくれるんですけど、ここの様式美っていうか、この儀式がないとゆっちゃんの冷麺じゃないと僕は勝手に思ってます。はい、もうすでに背景に映っておりますが、こちらセットメニューでお肉も一緒に頼む人も多くって、2人で行く場合はセット A が2人前で50ドル以下で、カルビやプルコギ、スパイシーポークの焼肉が食べて、結構ながっつり感になります。セットの一番人気はカルビですね。僕もカルビと一緒に食べることが多いかな。甘辛いカルビのこってり感とさっぱりひんやりの冷麺のコンビネーションが最高賞ってなると思います。でさらにサイドでおすすめしたいのが、ネギがたくさん入っててシーフードの香りがいい海鮮チヂミでして、これは25ドルくらいだったかな、完全に試合用サイズだと思っております。ハワイってコリアン結構多いと思いませんか？僕はハワイのコリアンって意外とレベル高いなって思ってるんですけど、皆さんはどう思いますか？コロナ禍で店内飲食ができなかった時もテイクアウトでローカルに支え続けられた愛されるお店って感じです。こちらオーナーのミョンチャさんでして、あまり表に出るタイプのオーナーではないんですけど、コロナ禍だけではなくハワイは今インフレもすごいので、とにかくコストが上がっていく中でお店を畳んでしまうっていうレストランが結構多いんですね。でもその中でここみたいに変わらず愛されるお店ってずっと残っててほしいって思いますし、皆さんもお店に足を運んだりすることで救われるレストランも多いと思っております。僕のチャンネルでも微力ながらそういうビジネスを応援できたらって思っておりまして、チャンネル登録まだの方ぜひ登録お願いします。はい、3店舗目はですね、カパフルにあるサイドストリートインです。ワイキキからだとタクシーで10分以内くらいで行けますかね。営業は月金が4時9時で土日が11時から9時となっております。コリン西田さんっていう日系のシェフがアラモアナセンターの西に30年前に1店舗目を立ち上げて、で2010年にこのカパフル通りに2店舗目を構えております。グルメでありつつもロコがほっこりする料理をコンセプトにしておりまして、大皿で出てくるファミリー感が特徴だと思っております。週末の夜とか待ち時間が半端ないですし、予約は必須だと思います。こちらは店内を見ていただくとわかると思うんですけど、バーっぽくないですか？もともとがバーで美味しいお料理を出すよみたいな感じでして、デート感っていうより数人とか家族でわちゃわちゃみたいな感じでして、一品一品がとにかく圧倒的に大きいんですね。はい、こちらもしょっちゅう受賞してるし、そんな名店の一品はポークチョップですね。この一品を目当てにロコだけじゃなくハワイの名だたるシェフがこぞって通うって感じです。まあ量がすごいんですけど、ジューシーでありつつしっとりとした噛み応え十分の豚肉とサクッと重たくない軽めの生地でどんどん食べれるって感じなんですよね。でケチャップでいただくのがここのスタイル、何度も言ってるんですけど、31ドルっていう料金で本当に本当に大皿で、割と真面目に他のフードも入れて食べきりたい場合は 3,4 人は連れてった方がいいと思います。
まあ言うてもここは持って帰るっていうのも様式日っていうかスタイルになっております。この日はポケも頼んだんですけど、醤油とごま油ベースでリムっていうハワイの海藻が入ってるタイプのポケは向こうが慣れ親しんだスタイルなんですね。でぜひこういうロコライクなポケも楽しんでもらいたいって思ってて、ここはとにかくモニターの数が多くってモザイク多めで申し訳ないと思いつつ、スポーツ観戦とか楽しみながらビールみたいなのがここのスタイルだと思っております。ここはアメリカ本土のビール会社がこのポークチョップにインスピレーションを受けてオーナーのコリンさんのラベルを冠したオリジナルビールがありまして、それもおすすめです。とは言いつつ僕はここでアメリカっぽい軽めのクワーズライトとかがハワイの昔ながらのロコなバーだと思ってて、この量で1杯5ドルっていう良心的な値段でお酒も全体的に安い印象ですね。で大人になってから知ったんですけど、ハワイのロコの昔ながらのバーってポークチョップを出すお店が多くって、それもハワイのロコバーのスタイルだと勝手に思っております。ポークチョップ以外ですと他はフライドライスが人気でして、キッチンのコンロ一式がフライドライス専用ってなってるほどとにかくすごい量を日々作っておりまして、料金はこの大皿で20ドルで、ベーコン、コチギソーセージ、チャーシュー、ネギ、そしてグリーンピースなどが入ったローカル感が特徴かなって思ってて、プラス2ドルでキムチ風味にもできます。これは本当に本当に量がすごいので、気をつけてください。てかここでもカルビとか頼んでてすごい食べてんな。でまあすごい食べる人なら別なんですけど、基本デートとかおしゃれ感っていうよりビールやワインとともに気兼ねないロコのハワイらしい空間を楽しむのがいいかなって思っております。やはり量的にですね、1軒目使いとかもはや関係ないっていうか、2軒目行く前に終了になるパターンが多いと思っておりまして、はい。ちなみに皆さんはボリュームがすごい系の特集とか興味ありますか？4店舗目はマイランです。場所はアラモアナセンターの山側のケアモク通りを山の方に向かって高速の手前くらいにありまして、アラモアナからだと車で10分くらいかなと思います。営業時間は10時半から9時半で定休はなしですね。創業は1989年で33年以上もロコに愛されるお店となっております。ここは日本からの有名人も足げく通うショップとなります。こちらはベトナム料理、そこに中華のエッセンスが加わったみたいな感じですかね。こちらオーナーのサムさんでして、もともとベトナム生まれの華僑系の方でして、ベトナム料理と中華に親しんで育っております。御年77歳でショップに立ち続けてて、なんと30年以上休んでないっていう、すごくないですか？こちらのレストランをまるで自分の子供のように日々一緒に寄り添っております。食べることと働くこと、そして人が大好きなサムさんにとってこれをすべて叶えられるこちらのショップは何歳になってもずっといたい場所なんだろうなって僕は感じております。こちら映ってる帽子の方は常連客の前門さんです。テレビで見たことあるっていう人もいるかもって思ってて、でホノルルのちょっとした有名人です。有名人も通うこちらの愛される名店の一品はカニカレーです。水槽から出したてのダンジネスクラブをレモングラスや生姜、ココナッツミルクやアジアンなスパイスのカレーと一緒に煮込んだ一品で、ついさっきまで海水の水槽で生きてたカニが旨味と海の香りを出してる感じって言えば伝わりますか？ここはバゲットと一緒に食べるスタイルですね。でカニは殻がついたままで食べる時に割と大変なんですけど、エビとかもそうだと思うのですが、殻がカレーを美味しくしていると思うし、この大変さも含めて満喫するのがマイランのスタイルだと思っております。すでに映ってますけど、ナンプラーとニンニクで炒めたシャキシャキでシンプル美味しい空心菜、あとはこのエビの春雨もおすすめですね。1杯25ドルで3、4人でシェアできるサイズ感でして、スープはこちらもレモングラスが効いてて、アジアな酸っぱ辛さって言えばいいかな。本当に大きい花福さんのエビを惜しげもなく使うんですけど、エビの食感がほんとすごくって満足できまして、同時にこの大きさの花福エビで利益出るのかって心配になるレベルです。
で、ここは何食べても美味しい印象なんですけど、裏メニューもありまして、知ってる人も多いかな。この先ほどから映ってる裏メニューの通称高倉チャーハンです。エビやアジアっぽいソーセージと焦がしネギなどが入ってて、ナンプラーが効いてて、アジア美味しいチャーハンですね。この一品は高倉健さんがハワイに来るたびにこちらに何日も通い、映画のケータリングなどもよく頼まれておりまして、毎晩高倉さんが通いまくってメニューを制覇してしまいまして、で、昨日と違うものを作る必要が出て、サムさんが即席で作ったのがこちらのチャーハンでして、以降高倉さんがずっと愛し続けたメニューとなります。デザートはマンゴープリンにしたんですけど、粉から作られているところが多い中、ここはハワイのマンゴーの香りと甘みが本当に美味しい、本格的なプリンでして、ココナッツミルクでいただきます。この左奥のカーテンの裏に高倉さんご来店の時用の忍びの部屋で高倉ルームっていうのがあるんですけど、高倉さんと仲が本当良かったサムさんが今改装しておりまして、今後プチ高倉ミュージアムにするっていうプランが進行してて、出来上がったら皆様に紹介したいと思っております。ちなみにハワイで芸能人御用達とか隠れ家みたいな特集とか需要あったりしますか？これも聞いてみたいと思っております。はい、5選目はですね、ジッピーズです。こちらはマキキと呼ばれる場所のショップになります。ワイキキからだとカパフル通りの方が近いかなと思いますので、そっちもいいかもですね。営業時間は朝6時から深夜までとなります。こちらはハワイ島とマウイを含む3島で全部で23店舗あるチェーン店ではあるんですけど、ローカルの人でここを食べたことないよっていう人は絶対いないと思ってますし、ハワイが誇るファミレスっていううちですかね。 EJ よと、名店でチェーン店かよと突っ込まれそうな気はしつつ、少し聞いていただきたいと思います。こちら創業は1966年でして、日系の比嘉兄弟がもともとカーウォッシュのビジネスをやろうとして、結果レストランになっちゃったよっていうちょっとユニークな経緯となっております。結構日系人がハワイの食の文化に与えた影響って大きいと思ってます。創業当時は小さな沖縄系移民のレストランがたくさんホノルルにあったんですけど、他より豊富なメニューを食べれるショップを作るっていうコンセプトで、今でもとにかくメニューが豊富でして、日本っぽさもありつつ韓国料理も中華、そしてハワイアンも混ざったハワイのミックスカルチャー感を楽しめるところだと思っております。こちら PR 担当の日系のジェシカさんと語ってきまして、彼女もジッピーズで育ったみたいな話で盛り上がりました。ハワイにいるとロコ同士ジッピーズの〇〇が好きみたいな会話に時々になりまして、食の好みが分かる大事な軸だと勝手に思っております。ちなみに作飯だったりテイクアウトだったり、サーブがいらないプラスチックの容器でもいいなみたいな場合は、こちらのカジュアルなエリアも利用可能でして、全体的に気持ちお休めな印象ですね。ここは看板メニューも多すぎて、最後の最後までほんとすごい迷ったんですけど、名店の一品はジッピーズチリフランクです。チリってメキシコ由来で、チリパウダーと牛ひき肉のソースなんですけど、ソーセージを加えて白飯を食べるっていうのがハワイらしさだと思っております。チリとはいえ辛くはなくって、チリパウダーの香りがアクセントになったミートソースって感じですかね。で、こちらのソースはハワイでめちゃくちゃ人気があって、月間100トンも作られてるくらいなんですよ。で、豆抜き豆ありが選べて、映像は豆なしの方ですね。で、豆知識なんですけどチーズと玉ねぎのみじん切りが無料で頼めて、一緒に食べるのがおすすめですね。レギュラーサイズで14ドル45、ミニで10ドル70ですね。このくるくる回ってるレトロな感じの丼はチリモコでして、卵とハンバーグが入ってて、グレービーソースじゃなくって先ほどと同じチリソースがかかっております。ハンバーグの食べ応えの方が好きな人はこちらもありだと思います。
こちらは豆ありの方ですね。で今映ってるジップミンと呼ばれるサイミンもおすすめですね。ハワイはサイミンが人気で、ここは軽めのスープとワンタン、かまぼこ、中華風のチャーシューなどが入っております。スープがめちゃくちゃ優しい味なんですけど、日本の方には一瞬あれ何か足りないってなると思うんだけど、すぐに慣れてうまみにほっこりするかなって勝手に思ってます。例えるなら醤油ラーメンとうどんだしの中間的な感じかな。ジップミンは完全に独自のスタイルを確立したっていう印象ですかね。ちなみにこの醤油とからしに麺とか具とかを浸して食べるんですけど、シューマイっぽい味がします。でこちらはジップパックですね。ほんとここは一品決めるのめちゃくちゃ迷うんですけど、このメニューもローカルに超人気があって、フライドチキンとホキっていう白身魚のフライとスパム、テリビーフがふりかけご飯の上に乗ってるんですけど、これもボリュームたっぷりですごい人気があります。$16.65でミニだと$12.30ですね。てかここでもすごい頼んでんな。ロケーションは限られてるんですけど、最近ビールやワインとかも飲めるようになったので、お酒好きでかつがっつり食べたいなみたいな時にもいいかなって思います。チェーン店ではあるんですけど、日本のファミレスと違ってハワイにしかないですし、メニューの中にハワイの食文化のいろんな側面を映し出している印象でして、ハワイで独自進化した和とかいろんな国の文化が混ざったハワイを一度に楽しんでみてほしいなって思います。はい、最後6選目です。ヘレナーズハワイアンフードです。今度はハワイアンのお店ですね。カリヒのビショップミュージアムの近くにありまして、営業は同日月が定休で10時から7時半で、10時前からたくさんのローカルが並んでおります。ロコはもちろん、最近はインターネットの普及でアメリカ本土や世界中から伝統的なハワイアン料理を求める人が足を運ぶって感じで、日本からのお客さんを見る機会は少なめな印象ですかね。雑誌とかでもよく取り上げるんですけど、伝統系ハワイ料理って食べたことある人どれくらいいますか？感想とか聞いてみたいです。こちらは1946年の創業で、75年以上も前にこの映ってらっしゃるヘレナさんが立ち上げて、なんと89歳までお店に立ってたんですね。75年とかすごくないですか？で今は2代目のクレイグさんが経営されていて、創業から変わらぬメニューと味がローカルに愛され続けております。こちらは何気に受賞とかもすごいところで、そんな75年以上も向こうに愛される名店の一品はカルビのピピカウラです。ピピカウラってハワイ語で干し肉の意味で、ここでは醤油でマリネしたカルビ肉を一度素揚げして天日干しします。余分な油とかが落ちてお肉の旨味が凝縮してるって言えば伝わるかなって思います。これはハワイアンにあまり慣れてない人もいけると思っておりまして、ほどほどのジューシーさと噛み応えと肉の旨味のバランスがおすすめって感じですかね。スモールで一皿$13.75ですね。ハワイアン料理ってテンプレがある程度決まってて、メニューはそんなには多くはないんですね。多分ざっくり 12、3 種類くらいだと勝手に思ってますが、実は誕生の順番にハワイの歴史が隠れております。この紫色のものはポイと呼ばれるタロイモのペーストで、ハワイアンの主食として一番歴史が古い食べ物なんですね。で他はラウラウと呼ばれる豚肉の香草蒸しや、この映ってるカルアポークなんかは長く食べられてきて、その後ロミサーモンなどが登場して、西洋からの入植者がビーフを持ち込んだ1700年代の終わり頃からハワイでも牛肉が食べられるようになりまして、ハワイの牛肉飼育の人たちが保存が効くようにって天日干しをしたのがピピカウラの始まりとされております。諸説あるので、歴史好きな方は近くにあるビショップ博物館で調べてみてください。今回皆さんにできるだけお見せできるよう、いろんなものが入った$36.25のメニュー T と呼ばれるセットにして、ご飯とポイを半々にオーダーしております。2人でシェアできる量だと思います。
この緑色のペーストはスクイットルアウと呼ばれるルアウという葉っぱを蒸したものと、イカ、甘いココナッツミルクで味付けしたものですね。あとこちらチキンロングライスと呼ばれるチキンと春雨をシーソルトや生姜で煮込んだシンプルな味で、日本人の味覚に一番近いハワイ料理の一つかもですね。ルミサーモンは塩漬けのサーモンとトマト、ネギ、玉ねぎを揉み込んだ一品で、先ほどのポイと一緒に食べます。でこちらのお魚はサイドで頼んだんですけど、銀だらの釜の素揚げでして、ご飯が進む系だと思っております。この白いのはハウピアで、ココナッツミルクのゼリーで、ハワイの伝統的なデザートですね。ちなみに僕はワイキキのホテルとかで海を眺めながらのランチとか、安定なハワイみたいなものももちろんありだとは思ってるんですけど、なんていうのかな、旅って現地の生活感や空気感に触れることも大事だと思ってて、少し遠出したり今まで経験しなかったハワイにも触れてほしいと思いますし、このチャンネルではそんな部分も皆様に伝えられたらなって思っております。皆様、今回の名店の一品12選前半はいかがでしたか？ハワイの魅力をもっと発信したいと思っておりまして、そのためには皆様の応援が支えになりますので、気に入っていただけた方、ぜひ登録やグッドをお願いいたします。 EJ でした。マハローです。